こんにちは、榎本美沙です。今日はですね、定番のお野菜人参を使った作り置き2種ご紹介したいと思います。体に嬉しい作り置きということで、甘酒を使った甘酒キャロットラペと塩麹を使った蒸し人参の塩麹あえ、ご紹介したいと思います。2つとも切り方が違ったり味わいも違うので、飽きずに食べていただけるかなと思います。人参を袋で買った時とかですね、美味しい人参に出会った時、ぜひ試してみていただけたら嬉しいです。では甘酒人参ラペ、材料になります。まず人参ですね。そしてくるみ、から入りしたものになります。そしてオリーブオイル、甘酒、ストレートタイプのものですね。白ワインビネガー、塩になります。ではまずくるみから切っていきます。くるみはですね、粗みじんにしていきます。ちょっとフライパンでから入りしたんですけれど、そうするとすごく香ばしくて香りも立って美味しくなります。そして人参ですね。人参は細切りにしていきます。今回皮ごと切っていきます。そしたらですね、作っていきます。フライパンにオリーブオイル、中火で加熱します。はい、オイルが熱されたら人参を炒めていきます。人参はオイルと調理すると栄養が吸収されやすいので、ぜひオイルと一緒に調理してみてください。一度炒めます。はい、さっと炒めてですね、人参が少ししんなりしてきたら調味料を加えていきます。まず今回甘酒になります。甘酒入れるとですね、まろやかですごく美味しく仕上がります。そして白ワインビネガー、お塩も加えます。あ、いい色になってきました。汁気がですね、ほぼなくなるまでさっと炒めていきます。うん、美味しそう。はい、こんな感じになったらくるみも加えます。さっと混ぜ合わせたらこちらで OK です。清潔な保存容器に移します。こちらで出来上がりになります。では次はですね、蒸し人参の塩麹あえの作り方になります。まず人参ですね、そしてオリーブオイル、塩麹、これだけのシンプルな材料で作ります。はい、ではまず人参を切っていきます。こちらはですね、輪切りにします。皮ごとだいたい7ミリ幅ぐらいの、輪切りにしていきます。ではあとは蒸していきます。お鍋に人参を入れて、そしてオリーブオイルですね、回しかけます。そしてお水も加えます。そして蓋をですね、少しだけずらして中火にかけます。で、一旦煮立つまで待ちます。はい、そしたらグツグツ煮立ってきました。そしたら弱火にして、このまま10分加熱していきます。もし途中でですね、焦げそうになっていたりしたら、少しお水を加えるようにしてください。はい、では時間になりました。開けてみたいと思います。オープン。わー、美味しそう。
そしたらですね、人参が柔らかくなってるか竹串で確認します。スッと入れば OK です。これで取り出して塩麹と和えていきます。そしたらこの中の人参だけ出していきます。これ少し残った蒸し汁、スープとかに活用していただくと美味しいと思います。そしたら塩麹和えていきます。本当にシンプルなんですけれど、人参の甘みがすごく生かされて塩麹が引き出してくれるのですごく美味しく仕上がります。全体が和えられたら OK です。すぐ食べられますけれども、少し味が馴染んでからでも美味しいです。こちらで蒸し人参の塩麹和え完成です。はい、では人参の作り置き2種、甘酒キャロットラペと、蒸し人参の塩麹和え2ついただいてみたいと思います。いただきます。では甘酒キャロットラペの方から。本当に2つとも簡単にできるので、ぜひ。うん、おいしい。おいしいです。甘酒って甘さがくどくないので、優しい甘みと、あとビネガーのですね酸味でさっぱりしてすごく食べやすいです。そして辛いりしたくるみがアクセントになっているかなと思います。うん、おいしい。では蒸し人参の塩麹和えいただきたいと思います。こっちもね、柔らかく仕上がってるんですよ。うん、おいしい。蒸すと人参の甘みがぎゅっと凝縮されて、で塩麹のまろやかさでですね、また甘みが引き立ってるかなと思います。2つともね、オイルと一緒に調理していて栄養も取りやすいかなと思います。いや、なんか両方とも付け合わせにもいいですし、作り置いておいておかずの一品として食べていただいてもいいんじゃないかなと思います。ラペの方はシャキシャキと楽しめますし、蒸し人参の方はですね、柔らかく甘みを楽しめると思います。ぜひですね、人参の美味しい時期に試してみていただけたら嬉しいなと思います。作り置きはそんなにたくさんの量私は作らないんですけれども、この時期ですね、切り干し大根のハリハリ漬けなんかとってもおすすめです。以前もご紹介して、ご飯泥棒シリーズでご紹介したのかな、すごくたくさんの方に作っていただいたので、それもすごく簡単なので、よかったら切り干し大根のハリハリ漬けも合わせて試してみていただけたら嬉しいです。今回人参を使った作り置き2種ですね、そして発酵食品も使ってますけれども、ご紹介しました。これからもですね、季節に合った料理、発酵食品を使った料理、いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。